園田博士は、日本の哲学者、宗教学者。以下は、十四位。君党は、随法、重光明。学位は、文学博士。京都大学名誉教授、仁愛大学名誉教授、日本学士院会員。京都大学文学部助手、大阪市立大学文学部教授、京都大学文学部教授、京都大学大学院文学研究科教授。 流国大学文学部教授、仁愛大学学長などを歴任した。1936年10月18日、和歌山市生まれ。1959年京都大学文学部卒。1964年度、大学院博士課程谷取得満期大学。大阪市立大学助教授、京都大学助教授。1989年、無限の C。 ニコラウス・クザーヌス研究で、兄弟文学博士、兄弟文学部教授、2000年定年大館、留国大学教授、仁愛大学学長。2011年12月、日本学審会員に選出。クザーヌスの後は、ヤコブ・ベーメなどドイツ神秘主義を研究した。2016年4月22日、肺がんのため死去。79歳没。没日付で、 信十四義、呪水宝、重光明、園田香里君の子、祖父は園田宗慶、母方祖父は足図実禅、長慶は園田孝優、次慶は足図上部、三兄は園田宗と、ありがとうございます。